あれからですね、いろいろ探索して、で前回洞窟を見つけたところ、あそこがね開いてたんで今から行きます。熱が大量に発生して開いたか分かりませんけど、とりあえず行きましょう。どこやったかな。ちょっとね、場所がね、ビーコン置いとったらよかったな。あ、これだ、これだろ。あったあった、あそこあそこあそこね、ついに開いたんで。で僕まだ入ってないんでね、何なんだろうこれ。おー来た。あー、硫黄とオスミル、オスミール、オシ、え、オシ、オスミール、オスミール、ちょうどなかったんだよな。あ、持ち物いっぱいか。とりあえず洞窟探検しよう。あ、なんか宝箱。なにこれ、ゼオライト。ちょっと待って、どうしよう。どうしよう。空気吸うか。これ持って帰ろう。なんだろうこれ、ゼオライトだって。初めて見る。とりあえず生きて帰らないといかんなこれ。ここはどっかに繋がってるわけではないのかな。あ、こっちにもある。あー、持って帰りたいな、超合金とか。いやー、水を無駄にするか、水を無駄にするか、水を置いていく。超合金が今ないんだよ全然。と空気も置いていくか。また後でこれ取りに行こうよ。収録回でも。とりあえずこんな感じかな。あ、こっちは？あ、こっちは帰るとこか。こっち帰る場所やね。そっかそっか。すごいとこ見つけたな。見つけたっていうか、前見つけて入れんかったとこやね、これが。よしよし。これまだ他にあるな。多分。僕は見つけれてないだけで。よし。はいはいはい。やばいやばい。よし。とりあえず、このゼオライトってなんだろうね。何にも情報が書いてないので、わかんないんだけど。とりあえず置いとこう、これ。ちなみに、今、次のステージ、ハーブまでが。あと、半分かな？半分まで来てるね、約。で、テラフォーミング指数がこんだけ。だいぶいったな。あ、バイオマスがもう少しでいけんじゃないこれ。あ、まだまだか。まだまだだな、これ。あと作れそうなやつは、まだまだかな。あー、これが、もうちょい頑張れば、できるかな。パルサーコーツってやつやね。ガス抽出器は、あ、あともう少しだね、これ。バイオマスがついに、1トン。1トンでいいんかな、これ。いったね。うん。今、ゼオライトについて検索してみたら、もともと存在する物質みたい。物質って言うんかな？ゼオライトで効くのは、脱臭効果に効くらしいです。水質浄化にも効くみたい。あとは、肥料としても力があるみたい？なんか園芸に使われるみたいだね、これ。あんまり詳しくわかんないけど、園芸に活用するらしいです。ってことは、木とかに使うんじゃないこれ。木に育てんのにこれがいるとか。なんかそんなありそうだな。いや、だいぶ、だいぶ緑になってきたね、ここら辺。お、できた。できた、できた。これか。あ、ここにゼオライト使う。マジか。言うてるそばから。洞窟のどっかにゼオライトが積んだらあるってことやね、他。見つけきれてないわ、これ。あとは、パルサーコーツももう少しだな。わ、すっごい雨やだな。こんなに雨降ったっけ？雨の描写が変わったのかな？あれ？雲がいっぱいある。なんか空の天気を変えたっていう風にだいぶ前に言ったけど、今回も変わってんのかな？すごい大量の雨になってる。次、ハーブの時代だって。これもちょっと待ってみるか。どんどん進んでいくな、これ。
困るな。冒険にも行きたいんだけど、また。いや、これは待つべきだな、やっぱり。どっか行くのは、ダメなような気がする。あ、ゼオライト。ゼオライトをどっかで見つけんといかんのんけどな。多分どっかにあると思うんだよね、洞窟。前も洞窟で行ってあったからね。もうちょいだな。もうちょい。来た。パルサーコーツ。パルサーコーツ。途方もないエネルギー。パルサーコーツはどこだ？あれ？ないな。え？あ、こっちかな？あった。途方もない量のエネルギーを含むクォーツ。ゼオライトがこれも必要だな。やっぱゼオライト、大量に手に入る場所がどっかにあるんだろうね、きっと。それか、生み出す機械みたいなのがあるのかな。ちょっと冒険行ってくるかな。他のところ、何か見つけれたら、あっち行ってみるか、また。どっか見落としてんのかな、さらに。とりあえず、絶対あるはずだよね、どっか。ちょっと待って、古いところよりも新しいとこもう一回見るか。そっちの方が確実性があるな。あっちかな。でもあれ何もなさそうじゃない？あ、ちょっと待って、草ができてないこれ。ほら。草ができてるよ、ほら。ついに来た草。徐々にやね。ちょっと待って、あっち行ってないな、僕。ちょっと、この下なんだったっけ？あ、この下が、あれか。あれ？なんだあれ？ここ行ったっけ？行ったような気もすんねんけど。あ、見てないのか、ここ。見てないかもしんない。あ、なんかあった。あ、マイクロチップ。あ、見てない。あ、なんかある。メッセージ。プライベートスカンジャー任務、偵察。イジテリアルプライム地区で各社の船が消息を絶っている。現地に赴き、これらの失踪事件を調査せよ。主な目的、その地区を調査し、行方不明の船に関する情報を見つけ出すこと。副次的な目的、敵対する生命体を発見し報告すること。墜落した船を特定し、それぞれの所有者に報告すること。発見したすべてのアイテムに所在を記録すること。あ、探索しに来たんだ、この人たち。これなんかないかな？わー、しまった。ここ見落としてんだ、僕。ちょっと待って、だいぶ見落としてんだ、これ、なら。ここ前、アップデートされたよーっていう時に来たところやね。あったわ、なんか。うわ、古いところもなんかあんのかな。それか前回僕見落としただけか、どっちかやね。わ、草ができてる。すごい。いやー、惑星が成長してるって感じやね。いいね。いやー、すげー、草が生えてきた。生きてるぞ、この星は。あー、まだこっちは実装されてないかもしれんな。それはあり得るけどね。ちょっとあの山を越えてみるか、ちょっと。何もないと思うけど。ああ、やっぱ何もないな、これ。素材が落ちてないもんね、まずね。実装されたら多分ここら辺にも素材が落ちてるはずだから。素材が落ちてないってことはまだだな、これ。でっかくなってる、ほら。こんな形するんだ、草。これ取れたりするかな？取れないか。あ、この景色いいな。綺麗ね。いやー。綺麗綺麗。いやー、暗かったら暗かったで、これ幻想的だな。ライトつけても見えないんだよね。いやー、幻想的。あ、これ幻想的じゃない？これ、この角度。この角度。幻想的でね、いいね。酸素は増えてる。あ、来た！え？なんか作れるようになった？なんで？何を？何が？僕なんか見落としてた。あ、これか。次は、宇宙から種をまき散らすことで、
惑星全体の発電ボーナスを与える。はあ。ちょっとロケット見に行くか。ああ、こっち。ああ、とりあえずロケット行くか。急いで行こう、急いで行こう。間に合うだろう。まあいいや、ロケット、ロケット。あ、4台になってる、ついにロケット。これか。あ、これちゃう。あれ、どれだ？あ、これか。あ、これも、木の樹皮がいる。うわ、わあ、打ち上げてえなー、これ。木だな、木。とりあえず。木だ。ああ、とりあえず。これこれこれ。ああ、まだか。もっともっと。早く。次の冒険へ行きたいんだ。早く行ってくれ。ただ共有したい。見てる人と共有したい、僕は。水位は今のところ上がってないかな、これは。水位は上がってきてないから、これ以上水は増えないのかな。なんかもっと増えていきそうなぐらい、どんどん水がね、溜まってったんだけど。どうなんだろうね。これももうできそうだぞ。いや、ちょっと待って。あ、どうしよう。あ、待つか。もうこれは待たざるを得んな。まあどうせ何も作れんやろうけどね、これ。作ったとしてもみたいな感じになりそうやけど。あ、このパルサーコーツって、これに使いそうじゃない？核融合発電機。なんかそんな気がするな。いや、洞窟行って見つけたいな。いや、どっちが早いかな、これ。もうちょいでこっちもできそうだけど、こっちもあともうちょいねんね。これは冒険、収録の時に冒険に行くね。機会が難しいね、これね。タイミングが。なんかあれやこれやしてたら、あっちゅう間になんか、結構、経つね。次のやつができたりとか。あれ？なんか色が違うような気がする。ほら。なにこれ。あ、え？終わってる？あ、まだ。ちょ。なんか隕石が色変わってるよ。そういう色なのかな、今。おー、近くで。あ、なんか落としてった。あ、超合金だ。超合金落としていきやがった。マジか。あ、超合金落としてってる、やっぱり。超合金の隕石だ、あれ。おーおー、すげえ。ブラッキーロッキー、よしよ。あの色は超合金隕石のやつか。あ、やべ。そろそろ、次の時代に行くんじゃない？どう。あ、まだだ。よかった。こっちは？あ、ともうちょい。よかった。まだだ、よかった。とりあえず、超合金手に入ったね。覚えとかないと。超合金隕石って。両方来たらこれ、お店ができないね。両方来たらお見せすることができないよ、これ。どうしよう。うわぁ、これ両方一緒に来そうだね、これ。いやぁ、そんな雰囲気を醸し出してるな、これ。うわぁ、とりあえずこうしたらお見せすることができるかな。あ、ちょっと待って、もう終わる、こっち。来る、次の日来。来たぁ、次の日来。おぉ、樹木だって、次。樹木。次から、ついに木が現れんのかな？で、これができたね。DNA マニュピュレーター。言いにくいな。これか。パルサーコーツを使う。パルサーコーツが今作れんねんね、これ。確か、まだ。これ。ゼオライト1個あるな。パルサーコーツ。で、作ってみよう、DNA マニュプレーター。こっちに作るか、とりあえず。ゴン。なんだろ、これ。エネルギー。あ、こっちか。なにこれ。研究？こうして研究？一致するものが見つかりません。なんだ？どういうこと？うわ、何の研究するんだろ、これ。うわ、気になるなー。こっちじゃなくてこっちにするか。ここでいいや。上は？あ、なんか上にある。あ、上だ、これ。あるわ。ただ、全部、木の樹脂を使うみたい。あ、ダメだな、これ。
あ、気づかんかったこれ。コメントありがとうございます。気づきました。樹脂もうできます。こう作るか。ちょっと置くかとりあえず。おー、すげえ。こんな感じなんだ。あ、これか。これだ。開く。あー、こんな風に出てくるんだ。なるほどね。あれからですね、木の樹脂を手に入れて、これの使い方が分かりました。DNA レシピを表示するをクリックを押すと、ここにあるのが木の種っていうことになりますね。どの木を育てるかっていうことになります。で、これによって酸素の乗数が変わってきます。これはまあ木の種と思ってもらって、そのレシピの素材をこの中に入れると。ここに入れていくと。で、研究を押すと、こういう風になります。で、もう一回シーケンスを開始する。これで、パーセンテージが 100% になったら、あ、できたね。できたら、ここに木の種があります。ということで、これを取りましょう。で、これが木の種の作り方ですね。いよいよ冒険だ。